ストライプドバス、モローネサキシトライズはモロネカに分類される魚。別名、ストライパー、または、シマスズキ。河川から海岸近くに生息する大型の肉食魚で、釣りの対象魚として人気がある。ストライプドバスとも書かれる。バスとつくが、ブラックバスとは、トガが異なり、禁煙種ではない。全長は、最大で2メートル。体は防水型に近い。体色は、 背中側が暗色で、体側から腹部にかけて、銀白色をしている。体側には、数本の縦縞がある。鱗の手触りがシーバスに似ていると言われる。北米の大西洋岩に分布する。大型の個体は、餌と適ヨンを求めて下記には、メイン周辺岩、そして陶器には、ノースカロライナ周辺岩へと比較的規則的な、回遊を行うが、 群れから外れた行動をとる個体も珍しくない。肉食性で小魚や甲殻類等を捕食する。夜になると水面近くで活発に餌となる小魚を捕食する姿が見られる。産卵期は春で大型河川下流の淡水域へ遡上し、産卵を行う。こち魚は川口域で生育し、その後河川内淡水域から沿岸海域まで広く生息する。 淡水域への適応性は高く、人造庫に陸風された個体群も見られる。アメリカ各地では湖への放流も盛んである。近年では北米太平洋岸にも放流され定着している。なお、日本では2006年2月に特定外来生物に指定されている。ありがとうございます。